福岡県のほぼ中部に位置する嘉麻市。海から遠く離れている内陸のこの地に、魚の鮭をご神体とする大変珍しい神社があります。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズは、よりスポーティーなデザインに進化したホンダステップワゴンスパーダ。嘉麻市大隈にある鮭神社、創建は奈良時代とされ、鮭の名を冠した全国的にも大変珍しい神社です。本殿には北海道や関東の水産関係者などから奉納された魚拓や彫刻が多数飾ってあります。この地では古くから遠賀川を遡上してくる鮭は神様の使いであり、神社まで登ってきた年は豊作であると言い伝えられてきました。毎年12月13日には鮭を奉納し、五穀豊穣や無病息災を祈願する献啓祭が行われます。境内にある樹齢700年の二股に分かれた夫婦楠も見どころです。鮭神社へのクルーズはホンダステップワゴンスパーダ、2モーターハイブリッドシステム搭載仕様を設定、機能をさらに充実させています。番組へのご意見ご感想をお待ちしています。詳しくはテレキュー夢クルーズで検索。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。